イケメン入りまーす。しゅ、どうも、超絶、イケメンです。ちょうどね、今日はね、僕の立ち上げたムード歌謡曲グループ、爆裂の活動報告をね、していこうと思います。まあ、活動報告っていうかもう、5日間ほどね、してません。なんでかっていうと、僕謎の風、まあ、謎の風邪というか多分、暗黒大陸中国から来た、強襲型新型コロナウイルスマーク2カスタムみたいな、そのわけのわかんない風邪に侵されました。熱はないんですよ。35.7 から 35.9 だったんずっと。でも、夜、咳が止まらず、眠れず、胸の圧迫感、苦しくて呼吸できなくて、喉の痛み。これ、コロナでも、インフルでもないって言われたんだけど、そんなことあんのみたいな。これ絶対なんかこれコロナかインフルだろうと思ったけど、いや、風邪ですねって言われて、いや、どっちも出てませんって、検査したけどウイルス出てませんので風邪ですって言われて、いや、こんな強烈な風邪あるかと思って死にかけたからね、俺、本当に死にかけた。で、なんか俺の代わりに今、サシコンシが死にかけてんだよね、なんか。インフルエンザになっちゃって。もしかしたらあいつは助念したのか、助念。サシコンシ、念能力者で助念。俺のウイルスを助念して自分になんか持ってったのかなと思う。あれ、差し込んし、助念しちゃったかなと思って。俺のウイルスをさ、助念したのかなと思ってさ。で、僕はね、5日間、まあ、活動休止してる間に、世界経済。僕ら爆裂ってさ、世界の音楽シーンの頂の頂点に鎮座しているから、まあ、僕たちで飯を食ってる方たちがいっぱいいるんですよ。で、僕が、活動停止してる間に、会社は、結構潰れたらしいんだよね。さっきもなんかさ、ハゲたおっさんが来てさ、お前が風邪で休んでるせいで、我が社は潰れたって、3億円の赤字だーっつって、娘の大学どうすんだって言ってきてさ、いやーすまんねーっつって、まあちょうど今ポケットに3億あるから、こんでなんとかしてくれよっつって渡したけど、まあびっくりしたよね。いや、もうほんと、なんだろう。そう簡単に俺風邪も引けねえんだなと思ってさ。まあ、気軽に風邪も引けねえ立場なんだと思って。ほんでね、電話とメールがパンパン来てさ、なんか、どこどこの会社が潰れましたとかさ、倒産しましたとかさ、俺がたった5日間さ、活動停止しただけで、潰れちゃうんだもん、会社が。そりゃそうでね、爆裂だけで食ってる会社が、ね、たくさんあるから。でも思うけど、それ一つのものにさ、依存しないと生きていけないのってダメだと思うよ、俺。ねえ、昔ドラゴンボールの連載がなかなか終われなかった理由がさ、ドラゴンボールっていう、何?市場がでかすぎて、ドラゴンボールってものが連載終わったら、食えなくなっちゃう人がいっぱいいたの、当時。それと一緒で、爆裂がなくなったら食えなくなる人がいっぱいいるんで、でも、俺良くないと思うぞ、俺。何か一つに依存して生きてるって、良くないと思うぞ。さっきの人もさ、なんかね、お前のせいで会社が潰れたとかなんか、ね、娘の大学の金どうすんだとか言うから、まあ、ね、3億円の赤字だとか言ってっからさ、たまたまポケットにあった3億円渡したけどさ、金ばらまかなきゃ今から、倒産した人に。なんか3億円の赤字だとかさ、5億円の赤字だ、ああ、わかったかって、じゃあ6億稼がせてやるよ、10億稼がせてやるよ、これから。ね。俺を使えよ。俺を使え、利用しろ。俺を使って金をすれよ。俺ってね、なんだろう、金をするマシンみたいなもんなんだよ。金すり機みたいなもん。金を印刷する機械みたいなもんなんでね。俺を使っていくらでも金はするから。俺を使っていいから。俺を使っていいよ、思う存分。使い倒していい。俺を使い倒して金を稼いでくれよ。もう、5億だろうと10億だろうと100億だろうと構わねえ。俺を使って稼げ。許すから。俺を使って稼いでいいから。いくらでも稼いでいいよ。この5日間損した分を、俺を使って、俺を利用して、俺をテレビに出して、映画に出して、CM に出して、コンサートに出して、ね、ライブをやらせて、俺を使って稼げまくっていいから、もう謝罪を兼ねて、今不眠休でね、働くから、俺を使っていいから、俺を使うんだよ。この世界の音楽シーンの頂の頂点に鎮座する爆裂のリーダーを使っていいんだよ。使い倒していいよ、俺のこと。いいよ。使ってくれ。使い倒してくれ。まあ、そんな感じでね。ほんと、うかつに風も引けないっていうね。
もうどんだけ俺たち爆裂にぶら下がって、生計立ててる奴がいるんだっていうね、話でね。そうだ、喉が限界ですね。はい。うん、なんか良いことあったっけ？もういいや。お大事に、お大事にって俺かだよな。はい。そんな感じでイケメン買いますじゃな。